満天の星に包まれて、あ、すごい、あー、綺麗、あら、ダイエット時間すごいあれですよ、全員しまらずに、うん、まあ、歩き方綺麗だから、僕ですけど、あ、なんかどちらかに行かれる、散策に行こうかな、あ、本当ですか、旅行行くときに、いつもあの旅館の中を一人で探検するのがすごいですって話なんですよ、あ、わかります、まずはね、あの建物自体の大きさちょっと把握したいなっていうことで行き止まりまで行くんですよ。やっぱ昔かくれんぼとかやっぱ私だんですね。やっぱなんでその下見というかそれに確実に勝つための一番いいポジションをあらかじめ見ておくために子供の頃からこうやってするとかあ旅館に来たらまずあカラオケもありますね。ワイワイこれは予約制ですかね。今あの人数で行けるとしたらここかな。いや、いいですね。こういう発見というか、まあ、アクセスですね。あの、案内板見れば一発わかるんですよ。せせらぎの湯なのに、ジェットがあるっていうね、この、なんか矛盾した感じが僕は好きです。せせらぎ、ジェットってやつです。日によって男女変わるらしいんですよね、お風呂が。あっちは、今男子なんですよ。男子っていうか、まあ、男性。で、こっちが女性みたいな。岐阜の下呂温泉に行った時に、変わるシステムを知らなくて、朝の5時に変わるらしいんですよね。でも朝の4時半まで浴室の受付の前で寝てて、なんでまあ朝風呂行こうと思って、まあ多分まあ予測はつくと思うんですけど、お5時だ、あの携帯見て入ってて、めちゃくちゃ広いんですよ。もうなんか15メートルプールぐらい広くて、泳いでたんですよね。そしたらなんか脱衣所に誰か来た後に、あの警備員とあの旅館の方が5人ぐらい来て、こんな湯で泳いでたっていう。誰も入ってなかったっていうことで、まあ、ことなきを得たんですけど、まあ、まさか女風呂に一番風呂が入れるとは思わなかったんで、これ面白そうですね。満天の星に包まれて、至福のリラックス空間へ。これ、いいですね。よし、よし。ちょっと勝手に押そうじゃないでしょうか。やりましょう。素晴らしい。これだったらみんなで楽しめるということで。フラレナリやりたい。どうすればいいですか。ちょっと待って。お願いします。ということで、見てください。獲物ね。こだわりが違いますね。こんな感じですね。あ、それもこれ多分コンセプトです。すごいですね。こだわりがこういうサービスが憧れますね。行きですよね。あ、どうでしょう。ちょっとあのタスキをかけてるみたいな。ちょっと強そうですね。自慢できるし。こんなやつする必要ない。ロックソック見てくれよ。ロックソック見てくれよ。ロックソック見てくれよ。待ってますよ。ほら、見てくださいよ。走り入れるやつ。お、嬉しそう。とりあえず、でもみんなで見て、ああ、綺麗な光だな。綺麗な光ね。広くなったな、概念が。藤木選手って 7% ぐらいで仕上げるんですよ、質感。でもベストボディって 3% で仕上げるんで、3% って筋肉と肌が張り付いて動かなくなるんですよ、優勝者が 3% 以下は質感って言うんですよ。すごいあの胸筋で挟めるんですよ。胸筋でこうキュッて指を挟めたらこのこんななるんだ、ここまでキュッて、男性も下げ間に挟まれた派で何してるんですか。あ、あ、ちょっとあのイオンを借りてきたんですけど、ちょっとお披露して可愛くない、可愛い、借りてきた、あ、お、すごい、え、これホテルが貸したシステム、これはお城、まあ、ちょっとイヤリングが気になりすぎて全然話が見えない。右入るから右入る。カラオケが11時半。え、行きたい。かっこいい。もともといいから向いてる。何今の話、ベストボディ。ああ、カラオケの話。カラオケか、ちょっと50m 先の。全員カラオケの話だと思った。歌ってみないと分かる。これが僕のビュッフェメニュー。食べ放題っていいっすよね。自分の好きなマッカ取るっていう。どっかの YouTuber みたいな。
今ローファットという指定が入ってます。それとで唐揚げでちょっと脂質甘えてしまってるんですけど、まあ、これ許容範囲のグラム数ちゃんと考えて、パイナップル、これ加糖って思われるかもしれないですけど、ケルセチンっていう酵素が含まれてて、ケルセチンはタンパク質をペプチドに分解しやすくする。僕は今大量に食べる期間なんですけど、タンパク質って胃腸をもたれさせるわけにいかないので、ケルセチンで分解を補助してもらって、タンパク質をいっぱいトマト食べる。頑張って食トレ、食事もとっていきたいと思います。彩りが鮮やかです。大丈夫ですか、こんな彩り鮮やかで。あ、ストレスどんどん減らしていこうと思って。あ、ストレスフリー、ストレスフリーダイエット。そんなのありました。まあ、なんか独自の今議論構築しようとしてる。ストレス制限症、ストレスこんなに種類食べて、やっぱり30品目って言われてたのか、かつて1,2,3,4 ですよね。4品目。島さんはいろいろ、はい、いろいろ取りました。なんかコンセプトがある。コンセプト、堀さんはコンセプトに従って、あー、社長もいつもカレー屋さんに行くと社長いいと思うんですバイキングで食べる必要ないと。そうですね、そう毎回思います。バイキングだから好きなの取れるわけじゃん。うん、好きなの取ってるこれバイキング。島さんその食事で1位は取れるんですか。それ1位取れる食事、はい、1位取れる食事なんですか。5位でいい、来年も5位でいい。来年は1位よ。うん、それ制限ないとしますよ。なんか1個の大量にじゃなくて、いろんな味をちょっと食べたいんです。これはストレス制限ですね。あの、よく中原さんがストレス制限、そう、している中原さんもストレス制限をもう推奨。いや、推奨してない。ストレス制限ミスです。ストレス制限ストレス制限食ストレスをしっかり受けながら頑張ったんで。大丈夫、いっぱい食べるってバルカプセル。これでライスが600g以上、いつの間に。もう先ほどのちょっとした時間で300g。 戦ったもんね。現在私は目覚まし7時と、あ、すいません、お前さん、そうですね、眠い朝ですね。ボリュームとかも、すげえな、もうめっちゃ進化してる。これ多分あれです。旅してる時に来てた。あら素敵。行ってた。ちょっと。あと音楽は多分この先生に怒られてる。確かに今は修学旅行思い出しました。十数年前に。よし、あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。お、浜の川がはっきり見える。いいっすね、素晴らしい。ちょっとそこにしてあ、すごい。あら素敵。カモイのせいで台無しだけど素敵よ。でもなんかちょっとやっぱなんだかんだ光の影響がめっちゃある。うん、確かに。あれ綺麗ですよね、真っ黒にすると。本当に。あ、パーパー目がやられる。あ、綺麗。なんか心が。じゃあ音楽聞かれてみたいじゃん。あ、音楽はあるわ。私の口座には毎日500万円振り込まれます。口座ってそういうことね。セミナーの私のやろうとすることは全てうまくいきます。私は常に成功しています。いい何これ、動いてる、動いてます、動いてますよね。そうですね、さっき流れ星のあげたやつ。え、綺麗綺麗ですよね。すべてそっちかい。ここよし見れる。こっちです、こっちです。ぜひ踏まないように気をつけてきてください。そんな明るくしないで枯れた。怖い、どういうことや。目を養っていただいて。目を養う。今何のセミナー。天井を見つめてポジティブなことをつぶやく。あはははははは。目が目が。あ、でも若干映ってますよ。あコールリードする。
ってプレーンの味次第思ったあ、何が変わってためっちゃディップしちゃう前向きだねそう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 まだディップできますよねここのディッパーは私は分かりますここはダメここ喧嘩になりますかわいいあかわいい。確かにかわいい。これだったら一個美味しいです。ラカン島というか。人工甘味料ですか。あ、すみません。和三盆の味がね、持ってるパウンドケーキ。朝の睡眠状態いかがですか。割と普通な感じで、いつも通りですね。だいたいそうですね、2時か2時半ぐらいに寝て、で、5時ぐらいに起きるみたいな感じを受けてましたけど、でも周り結構もうすでに起きてましたけどね、うん、特に不調とかもね、あ、全くないです、全くない、全然快適に寝てました。あ、すごい、別の方みたいな、あれなんかちょっとギャップが笑っちゃうんですけど、みんなに言われますよ、ね。なんか可愛い感じやん、その画面ってどっちかっていうと動画出した大会を経験されてる会計士にも何人って言ってた最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。